時代が変わっている中では新しいことにチャレンジしないと未来は作れないっていう思いが経営者としては強い中で、一緒にこう何かに取り組んでいけるかっていう、それを諦めないで伝え続けるっていう、まあそれしかないですよね。名刺や封筒、はがきなどを製造・販売する紙製品の老舗総合メーカー、株式会社山桜。1990年に業界で初めて再生紙を使用した名刺を発売して以来、環境、人、社会に配慮したエシカルな製品の企画販売に注力。2019年にはスウェーデン語で豊かな森を指すエシカルブランドリークスクーグを立ち上げ、2025年までに供給する企画品の 95% をエシカルな素材にすることを目指し、その事業領域を拡大させている。脱プラの問題、マイクロプラスチックの問題っていうのは本当に世界的な問題の中で、まあ、それに代わる、まあ、紙のハンガーなんかを作ってますけれども、お客様が山桜のを買ったら知らないうちにその社会に貢献しているっていう風な商品群にしたいですね。IT 化の加速により社用産業化しつつある紙関連業界で新たな付加価値創造に挑戦する経営者の軌跡とその思いに迫る。 SDGs の達成支援を表明し注力している取り組みの一つがエシカル製品の普及だ。主要ブランドリークスクーグの特徴と立ち上げの経緯に迫った。まあ、プラスチックではないハンガーを作ろうということで、中芯がこれ 100% の古紙を使い、両面に白い、これが実はバナナペーパーといって、バナナの茎の繊維から作ってる紙。簡単に作れそうなんですけど、結構この強度もあってですね、最も環境を配慮した材料を使ったハンガーということで、SDGs に力を入れているアパレルさん企業の、アパレル企業の、例えばショップであるとかですね、あとは身近でも僕の知り合いの方がですね、家でプラスチックハンガー買うのをやっぱり今のこのマイクロプラスチック問題で気が引けるっていうんで、実はこれつい直近でも100本ぐらい買っていただいたんですけど、世の中の需要としては本当にそういうことが増えてきています。もともとはですね、ペオさんというスウェーデン人がアフリカのザンビアのエンフェ村というところで、まあ、違うビジネスをやってらっしゃったんですけど、その時にそのバナナの茎ですよね、茎がたくさん放置捨ててあるというのを見て、これもったいないということで、なんか紙にできないかというのがそのビジネスの本当のスタートですね。これは一緒に取り組んでいかなきゃいけないんだっていう部長職のものが聞いて、もう一瞬で2人でスイッチ入りましたから、山桜としては素地があったということもあると思いますけど、ね、山桜を牽引する一瀬の原点は学生時代に遡る。小学校、中学校、高校、大学とラグビーに打ち込み、全日本選抜にも選出されるほどの実力を有していたが、選んだのは就職だった。なぜラグビーの道を選択しなかったのか。慶応のラグビーっていうのは非常に厳しい激しいトレーニングをするんですね。やり尽くすぐらい大学ラグビーをやったので、そういう意味では割ときっぱりと、まあラグビーは趣味の世界でいいやって思えた記憶がありますね。スポーツもビジネスも目標が明確じゃないと頑張れないじゃないですか。社会人になった時のラグビーの目標っていうのが少しぼんやりしてたので、そういう意味では決断はそんなに大変ではなかったですかね。大学卒業後はメガバンクへと入行。銀行を選択した理由について一瀬は次のように語る。経営ってどうしてもお金、決算書とかいうこととは切っても切れないものですから、そういう意味での勉強と、あとは銀行員の営業って企業の経営者トップと会えるんですね。やっぱりお金をお貸ししたり、あれ預金をいただくときにやっぱりトップと会えるっていうのはなかなか普通の営業ではないので、そういう意味ではもし将来ね、山桜というビジネスをするという中では非常にためになる価値があるだろうなと思って、まあ、銀行に入りましたから。そして1991年、29歳で山桜に入社。知られざる入社までの経緯に迫った。一つは
祖父がどうも銀行の支店にですね、もういつ豊和はそろそろ辞めさせるみたいなことを言ったらしいんですよ。言ったらしいっていうのが一つと、もう一つは社会人5年目の時に結婚が先に来たという決まってですね、それのタイミングもあって、で僕は本当はあの結婚しない独身の時にやっぱり海外行きたかったんですね。英語を勉強したいし、海外の、ね、状況とかも肌で知りたかったですし、まあ、そんなこともあって本当は海外行くつもりだったんですけど、結婚がどうも早く来てしまってですね、そのタイミングで、銀行を5年でちょうど退職させていただいて、その次の1年は銀行で貯めたお金で海外に実は1年間新婚で住んでました。ただやっぱ英語がね、もうちょっと勉強していけばよかったなっていうぐらい最初苦労しましたね。入社当時の山桜の印象と取り組んだ仕事について一瀬は次のように振り返る。この会社本当に遅れてるなと。それは例えばコンピューターシステムがほとんど入ってなかったですから、一日何百枚もの納品書伝票を手書きにしていたりですね、経理処理の帳簿も全部手でやってたり、給与も手計算とかですね、そこが一番びっくりしたかもしれませんね。一番最初にまあかなり苦労してやったのはやっぱり全体の基幹システムの導入ですかね。祖父創業者にはわからない世界を、まあもうこれコンピューター化しないとまずいっていう話をしながら、まあお金は当然出していただかなきゃいけないんで、そこは結構大変でしたけど、会社全体のやっぱりお金の流れとか事務の流れとか業務の流れを理解するには最もいい機会をいただいたかなと思いますけどね。その後キャリアを重ね、2004年に代表取締役社長に就任。当時の心境と芽生えた思いとは。創業者祖父の次に私の叔父が社長をやってたんですね。叔父と話したり当時の役員と話して、将来僕に譲る前提であるならば、とにかくAs soon as possibleできる限り早くしてくれないと、この、まあ、システムもそうですが、会社の人事の仕組みも含めて、組織も含めて、もう手遅れになるっていう、そういう危機感があったので、コミュニケーションが増えないと、本当にこの会社を変えられないなっていうのが一番ですよね。いまだにそこが一番苦慮してますよね。社長就任から4年後の2008年、製紙業界における古紙配合率偽装問題が発覚し、これまで経験した中で最も困難だったと一瀬は語る。どのように乗り越えたのか、当時のエピソードに迫った。名刺を我々も販売している中で古紙 40% とか、まあ、お客様が古紙 100% いるということで、環境に、優しい、貢献してますということで一生懸命使っていただいたのが入ってない、まあ、この時は多分名刺、まあ印刷物、封筒も含めていろいろ、ほとんどそうだったんですけど、名刺が最もクレーム多かったんではないかなと思いますね。まあ我々としても反省も含めて目覚めたのが、名刺が古紙、これ 40% 古紙偽装だって、40% 入ってもこれ古紙入ってないんだから、これ偽物だから、全部やり直してくださいっていうことがお声をいただいたのと、一方ではですね、名刺としては使えるから、この古紙何パーセントっていうのを消すシールを作ってきなさいというこういうお声をいただいて、まあ、これは実はすごく嬉しかったのと、あの環境を考えるって本質的にはそういうことだなと、無駄に捨ててはいけない、使えるものは使えっていうことがすごく勉強になりましたよね。古紙配合率偽装問題をきっかけに、さまざまな挑戦を経て真の環境保全に寄与する企業へと成長した山桜。挑戦を結実させる秘訣について一瀬は次のように語る。時代が変わっている中では、新しいことにチャレンジしないと未来は作れないっていう思いが、まあ、経営者としては、強い中で、まあ、ラグビーの経験に戻るんですけど、努力すれば突破できることを経験として知っているので、それは僕は経験として知ってるけど、じゃあ そこまでのめり込んで何かを求めてゴールまで経験するって少ないですよね。もちろんね、100点満点ではないかもしれないですけど、努力した時にはまあ
80点90点は絶対取れるっていうか、それをやっぱりどうやって社員とこうに伝えていけるか、一緒にこう何かに取り組んでいけるかっていう、それを諦めないで伝え続けるっていう、まあそれしかないですよね。今後取り扱っている約3500点の製品の 95% をエシカル製品に変えることを目指す山桜、見据えている展望とは。お客様が山桜の買ったら知らないうちにその社会に貢献している、森林に貢献しているっていう風な商品群にしたいんですね。あとはやっぱり脱プラの問題、マイクロプラスチックの問題っていうのは本当に世界的な問題の中で、まあそれに代わる、まあ紙のハンガーなんかを作ってますけれども、これはリークスクーグというスウェーデン語で豊かな森っていう言葉なんですけど、まあそういう商品群をプラスチックの代替としてですね、今いろいろ企画しています。それともう一つは、プラスラボという文具製品。これはまあメモ、ノートが中心ですけど、海外、今もうすでに海外18カ国ぐらいには販売がスタートしてますので、ちょっとした変化ですけど、世にないノートであったりメモを、まあ、世界販売をしていきたいなというふうに思っています。求める人材像について、自身と意見をぶつけ合うほどの気概があることを挙げた一瀬。その理由について、次のように語る。目標を一緒に到達しようって言った時に、やっぱり自分の強い考えが生まれるはずなんですよ。それを、まあ合ってるか合ってないか別にしても、やっぱりぶつけ合いたいですよね。会議で発言できないっていうことは、本当に今考えて、みんなで議論してることについて真剣に考えていない。ゴールを真剣に考えていないから、自らの主体的な意見が出てこないんだっていうことを時々言うんですけど、結局仕事も人生の自分の成長のための場ですから、結果も自分に全て戻ってくるので、我慢しててももったいないですよね。継続は力なりっていうのをまあ一番に答えるんですけど、結局ビジネスにも人生にも魔法の杖ってないんですよね。努力し続けられることがやっぱり成果になり成長になるので、諦めるって誰でもできるので、少しずつでもいいから前進し続ける、努力をし続けるっていうことが大切だっていうことを伝えていきたいというか、自分自身はそう思ってますけど、全てやっぱり自分の成長なので、自分の人生なので、まあ僕が社長でいる限りは伝え続けたいとは思いますね。